シド・マターズは作曲家ジョナサン・モラリが率いるフランスのバンドである。バンドメンバーはジーン、イブ・ローザク・エイチ、オリビエ・マーガレット、レミ・アレクサンドル、クレメント・カールである。シド・マターズという名前はピンク・フロイドのメンバーであるシド・バレットとロジャー・ウォーターズの名前に由来している。シド・マターズはバンドのフロントマン、ジョナサン・モラリのペンネームでもある。 モラリは1980年5月22日にパリで生まれた。当初は小さなバーなどで演奏していたが、フランスの雑誌レインロックアップタブルズによるコンテストで優勝、サードサイドレコードと契約した。彼の最初のリリース作品は2002年の EP、フィーバーイ in Winter, インジューン」である。2003年には11曲からなる、初アルバム、A Whisper and a ーサイをリリースした。このアルバムがリリースされた後、モラリは同名のクインテッドバンド、シドマターズを結成した。2005年5月初旬、モラリは2枚目のアルバム、サムデイ・ウィー・ウィル・フォーシー・アブスタクルズをリリース。このアルバムはバンド体制での最初のアルバムとなった。フォークとメランコリック・ポップをミックスした、モラリの音楽は、エレクトロニック・ミュージックのルーツに忠実でありながら、 スローメロディーとアコースティックな楽器を組み合わせたものだった。モラリはフランスのロックバンドタヒチボーイザパームトリーファミリーのメンバーでもあった。2006年6月16日、アメリカでシドマターズという名前のコンピレーション CD をリリース。前作の2枚のアルバムから複数の曲を収録した1枚のディスクで V にノースアメリカというレーベルからのリリースとなった。 2008年1月、アルバム、ゴースト・デイズをリリース。2011年3月16日、シド・マターズには、最新アルバム、ブラザーションをリリースした。彼の他の作品には、2005年にリリースされた、リトル・ライツのアーネー・ブルンとのデュエットがある。シド・マターズの楽曲、アブスタクルズと、ツー・オール・オブ・ユーは、ダンのエンターテイメントの2015年の、 ビデオゲームライフイズストレンジに使用された。モラリはこのゲームの音楽を担当した。ライフイズストレンジのサウンドトラックは2 0 1 5プレイステーションユニバースアワーズで最優秀サウンドトラック賞、ゲームインフォーマーベストオブ2015で最優秀サウンドトラック賞、チタニウムで最優秀サウンドトラック賞を受賞するなど、数多くの賞を受賞、高く評価された。これに続いて、 モラリは、監督レミシャイエと共同で2015年のアニメ映画、ロングウェイノース地球のてっぺんの音楽作曲も担当。この映画のサウンドトラックには、シドマターズの2つの楽曲がを含むれている。シドマターズは、デビュー以来、実験的なジャンルのアーティストとして批評家によって、継続的に評価されてきた。彼らのセカンドアルバム、サムデーウィー・ウィル・フォーシー・アブスタクルズは、ミュージック・ウィークの 第32号でのレビューを受けて注目を集めるようになった。シドマターズのユニークな音楽性は、プログレッシブロックや、ダブミュージックやトラディショナルポップなどのジャンルから影響を受けていると言われている一方で、シンガーソングライターアーティストとも似ているとも言われる。しかし、その中心は、民族音楽と電子音楽のミックスであると評されることが多い。シドマターズは、フリートフォクシーズ、 フィオン・レガン、グランダディ、ザ・フレーミング・リップス、ニック・ドレイクなどのアーティストと比較されることもある。楽曲制作、ありがとうございます。